ご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうもこんにちは、世界的 VIP 源也です。さあ今回はですね、提供いただきましたものをね紹介したいと思いますよ。早速ですね開封していきましょう。はい、中身はねこんな感じでございます。そう、 USB ハブでございます。いやー、これはありがたいですね。僕が以前紹介したと思うんですけども、作業部屋もう一個作りましたよね。あちらの USB ハブって実はダイソーで購入したものなんですけども、ちょっとねガタが来てるというか調子悪くなってきまして、まあ、そこにね、置こうと思ってるんでございますけども、こういった感じの USB ハブ4ポートですね。こんな感じでございます。はい、めちゃくちゃかっこいいですよね。早速開けていきましょう。はい、こんな感じですね。まあ、作りは至ってシンプルでございますよ。しっかりね説明書も入ってるんで、わからないことはないですね。後で読みたいと思います。はい、というわけでこういった感じなんですけども、黒で非常にシンプルな感じですね。で、あとケーブルがね結構長いんですよ。これはね結構助かるかなという感じに思います。で、これありがたいのが USB 3.0 のものがですね4ポートあるんですよ。これはありがたい。プラス、ここ、一個、もう一ポートあるんですけど、これ充電ポートになっております。まあね、スマホだったり、タブレット、パソコンなどをね、接続するのに使えるんでございますけども、やっぱりね、こういったハブってどうしても必要となってきます。例えばですよ、パソコンとか僕なんかデスクトップよく使うんですけども、やっぱりマウスとかキーボードだったり、まあ、USB 製品ですよね。あとゲームパッドとか、まあ、ハードディスクのケーブル挿したりとか、いろいろね、必要となってくるんですよ。で、結構使うんですよね。そういった時に、あると本当に非常に便利で、しかもむちゃくちゃ軽いんですよ。これサイズも小さいし、だから持ち出すのもね非常にいいんじゃないかなと思いますよ。で、先ほど言いましたけどケーブルが長いんですよ。これ 1.2 メートルあるんで結構な距離でもいけますね。で、こちら 5V 4アンペアの、まあ、AC アダプターなんでございますけども、ちょっと早速なんでちょっと使っていきましょうか。はい、今ですねパソコンに接続しました。こういった感じですね。まあ特に何もせずにここが光る仕様になってるみたいですね。はい、ちょっとねじゃあ使ってみたいと思うんですけども、まずこういった感じですね。じゃあスマホ充電してみましょうってなった時に、これライトニングケーブルなんですけども、これですね、こういった感じでカチャッと、こんな感じですね。まあ普通にね充電することが可能でございます。でですね、隣にこの電源ボタンみたいなのがあると思うんですけど、これね長押しするんですよ。そうすると消えます。必要なとこだけつけてもらえればいいんじゃないかなと思います。最初の状態では全部オンになってるんで、まあいらないところはオフにしてもらって LED ライトをね消すといいと思います。で、こちらですね、消費電力の大きい機器でも安心して使うことができますということでございますね。まあ AC アダプターを接続して、まあセルフパワーモードでですね使用すると、まあ消費電力の大きな、例えばハードディスクだったり DVD ドライブ、あれ結構使いますよね。安定した電源供給が可能だということですね。そして大事なのがフルスピード充電でございますよ。やっぱり早く充電終わらせたいよねっていう時に助かる。まあね、どんな時でもまあ最大 2.4 アンペア出るということで、まあ、スマホだったりタブレットとかにですね適したね充電をしてくれるということでございます。で、先ほど言いました個別ごとにねスイッチがついてますんで、まあ、使う時使わない時はオンオフしてもらえば、これね1回だけピッと押しても消えないんですよ。ほら、わかります？2秒長押しすると消えます。はい、こんな感じですね。あとはまあ USB メモリとか僕使うので、まあ高速データ転送っていうのは非常に魅力的だと思います。最大 5Mbps のですねデータ転送速度で転送可能ということになっております。あとはやっぱドライバーインストールが不要だというところですよね。もう特に何もすることなくただ挿すだけで使える、こういった機器が苦手な方のありがちなことが、やっぱそういうドライバーインストールがもうよくわかんねえやって結局買ったのにほったらかしにするっていう意見も聞くので、そういった方には非常にいいんじゃないでしょうかね。で、こちら内蔵サージプロテクターっていうねのがあるんですけども、サージ保護機能がですね、まあ、今使ってますスマートフォンとかタブレット、そういったもののデータの安全をね守ってくれるということで、そこも大事。ここですね、ここにまあガチャッとはめてもらって、ここで電源を取るっていうね感じでいいと思います。まあ普通にねバスパワーでもね問題なくね動作すると思うんで、そこら辺もね好きに使っていただければなという感じに思います。正直ねこれ満足できないわけないっすよね。軽くて小さくて、そして個別スイッチがついてます、急速充電ポートあります、 DC アダプター付属、もうこれは USB ハブのフル装備だと僕は思いますよ。お使いのノートパソコンでもね非常に役に立って
くれるし、ね、据え置きのデスクトップでも絶対パフォーマンス発揮してくれるだろうし、非常にね、いいんじゃないかなと思います。まあね、価格も比較的安くね、2000円前半で購入することができますんで、ちょっと購入してみようかなという方は非常にいいんじゃないでしょうか。概要欄にですね、Amazon リンク貼っておきますんで、興味がある方はぜひですね、チェックしていただければなという感じに思います。はい、というわけで今回ですね、USB ハブ紹介しましたよ。結構持ってるんですけど、これはいい。本当におすすめの商品だと思います。お疲れ様でした。